ライオンズクラシックは、プロ野球、埼玉西部ライオンズが、球団の歴史を振り返るために行うイベント。2008年から始まり、以後2014年まで、毎年開催されたが、2018年に復活した。セパ交流戦終了後の6月下旬から8月下旬に、かけ、本拠地、西部ドームでの試合にて行われた。 ライオンズの福岡県福岡市から埼玉県所沢市への移転30周年を記念してアサヒビール協賛によるアサヒスーパードライライオンズクラシックとして行われた。主な出来事2009年のライオンズクラシックユニフォームを着用する中島博之2009年は埼玉県にフランチャイズを移転してからの1980年代の西武ライオンズの黄金時代をテーマに 西部 OB の野球評論家で、元四国、九州アイランドリーグコミッショナーの石毛博則が監修を務めた。主な出来事2010年の、ライオンズクラシックユニフォームを着用する、片岡駅市2010年は、キリンビール、埼玉市社の特別協賛による、キリンプレゼンツライオンズクラシック2010として行われた。主な出来事2011年の、 ライオンズクラシックユニフォームを着用する、牧田和久ライオンズ生誕60周年となる2011年は、西鉄ライオンズが誕生した1951年のユニフォームを復刻。2012年は、6月10日に西鉄ライオンズ OB で、元監督の稲尾和久が生誕75周年を迎えるのを機に、稲尾の背番号24を埼玉西武ライオンズ。 初の永久決番とすることを決定。それを記念して、7月1日の対日本ハム戦にて、ライオンズクラシック2012稲尾和久生誕75周年永久決番メモリアルゲーム背番号24の記憶と題して開催。2013年は、西武鉄道100周年記念事業の一環として、かつて西武鉄道沿線の上井草球場を本拠地としていた、 東京セネタースの復刻ユニフォームを着用し、7月26日から7月28日までの対オリックス3連戦にて東京セネタースと西武鉄道の物語と題して開催。オリックス戦が対象試合となったのはセネタースの公式戦初戦の相手がオリックスの前身にあたる阪急軍であったことに由来する。2014年のライオンズクラシックユニフォームを 着用するエルネスト・メヒア2014年は1979年から1995年に用いられたビジターユニフォームを着用し6月27日から6月29日までの大ソフトバンク3連戦にてライオンズブルーの衝撃と題して開催三菱電機と伊藤中テクノソリューションズが特別協賛に入ったなおこの試合では ソフトバンクも福岡県への移転1年目だった1989年、当時のユニフォームを使用した。2018年のライオンズクラシックユニフォームを着用する大石達也2018年、株式会社セーブライオンズ40周年事業の一環として4年ぶりにライオンズクラシック2018と銘打って開催。2度の日本一に輝いた2004年から2008年までの 公明ユニフォームを着用した。また、4月17日には、球団史上初めて東京ドームで主催試合を開催した。ありがとうございます。